バースト大変な大盛りでやばいね、やばいね、びっくりしよう。プロデューサー、増えるんかいない。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。はい、東京へおいでやす。どうも水田京都、今日は東京のホテルからお届けさせていただきます。今日はプロデューサーも一緒です。おいプロデューサー、今日はお前の食いたい店行くわ。どこ行くねん。ステーキ食べに。ステーキ、ステーキ、おお、あ、こ行こうか。元プロレスラーの店、デスマッチ選手で、もう後楽園ホールのバルコニーから飛んだり、もうファイアデスマッチとか、ネイルデスマッチとか、むちゃくちゃした選手の店があって、そちらのステーキを、そちらの選手は松永光弘っていう選手で、ミスターデンジャーって呼ばれて最も危険な男、はい、その選手が、経営されてるステーキ店に乗り込みたいと思います。プロデューサー、むちゃくちゃ食えよ、お前最低1ポンドは食えよ、行くからには。ということで今から向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。つくばエキスプレス浅草駅じゃん。着きましたよ。こちらがね、あの元デスマッチファイター松永選手、ミスターデンジャーのステーキの店ですね。昔一回ね、プライベートでは来てるんですけどね、 YouTube は初ですね。好きなん食え、せっかくだし。プロデューサー、これ行けや、一本の、行け行け、せっかくだし一本の。ほんで俺が次ちょっともう一軒行きたいしね、まあ一緒にもう一軒行くんやけど、単品でいいかな、単品のビール。はい、こちらニンニクは入れてよろしいですか。はい、焼き方は、ベルダンとかミディアムミディアムレアで、ミディアムレアで、はい、スープが選べます。ポタージュ、味噌汁、辛口デンジャースープ、辛口デンジャースープ、はい、ライスの量は、ライスの量、大盛りいけや、大盛りで、大盛りで、はい、はい、僕250の単品デンジャーステーキの、単品で、ベリー250ですね、はい、ベリーレア、ベリーレア、ね、はい、ごめんなさい、はい、ほんで生ビール、はい、で、ニンニクは、ニンニクあるで、はい、生ビールはお二つ、一個です、生中を、生中でいいですか、はい、生中でいいです、はい、わかりました、お願ということでやってきたぞ。僕ね、10年前ぐらいね、一回行ってるんですよ。ほんで、ここのね、ミスターデンジャーの大ファンで、やっぱ東京までね、プロレス見に来てたんですよね。はい。では、YouTube 初ですけど、生から行くぞ。はい。ちょっと失敗したな。今ずっとね、歩いてきたんで、息切れ状態なんで、とりあえず黙ってみよう。プロデューサー、はい、本体の2種類があってですね、まあ、ブランケットとしても、今とっても250ですね。やばいね、うまそうだね、これはすごいわ、これうまそう、本店のあまりで、やばいね、やばいね、もうプロデューサー、食えるんかい、大大食えるんかい、やばいぞこれ。プロデューサー、やばい、まだ1軒目やぞこれ。
やばいやろ。やばい。もうサラダの食レポはいらんから、うん、肉いけ肉や。451ポンド、うん、これあったかいうちにバターとかさんと溶けへん、うん、甘口、辛口やな。辛口チョイス。こんなん筋トレしてる人やったら最高やで。なあ。最高やな、これ。脂身も少ないし。いただきます。うまっ。うまいやろ。柔らかい。あ、脂身少なくてヘルシー。そうやねんけど。めっちゃ柔らかい。いいね。やば。タレもうまい。めっちゃうまい。これめっちゃうまい。ご飯は米行け、米。米行け。米行け。うん。やっぱ若いだけあるね。なんか、これ。うまそう。このニンニクがいいんですよね。じゃあ俺も辛口で。とりあえずこっち辛口。うわー、このニンニクとバター、これがシンプルベストでいいんすよね。これ松中さんはね、本店の方にいらっしゃるみたいで、そちらは夜からなんで、新幹線のチケットが7時なんで、ちょっと間に合わないで今日はこっち行きましたけど、もう一番生の状態だ。いやもうこれぞ男飯ですね。まさに肉を食らう。もう筋トレしてる時代だったらこの量やったらもう毎日でも食べたいレベルのうまさっすね。ほんまめっちゃ柔らかい。はい、どうもありがとうございます。うまそうやろこれ。うん、うん、まっ。うまみだれ。いろんなタレがあるのも嬉しいですね。うまみだれ。うん、うん、うん、まっ。次甘口だれ。タレの入れるお皿あるんで。甘口に一味。最近は来てよかった。もう東京に来たら必ず来たいお店ですね。トラさん、お前この台食えんのけ。全然、うん、案外ペロッと食えよ。細かいな、お前最近食欲やばいな。うまいやろ、うん、ねえ。お前もぼちぼち筋トレでもして肉食ってでかなれや。すごい食欲かな。はい、いらっしゃいませ。はい、すいません、生っていう。いや、マジでいい。うん。いや、お前もたくましくなったね。もう無理だったらやめてくれ。ほんまげ。うまい。うまいね。まあお前もいっぱい食って将来プロレスラーになれや。デスマッチファイターだけはやめとく。ラスト。これ最初。
いや250やったけどね、250もすごいボリュームですけど、うまいんで、500は食えるね、1本で食えるね。いやほんま食べ応えのある、ほんまにステーキを食ってるって感じの肉肉し肉で、むちゃむちゃうまかったです、はい、ごちそうさまでした。プロレスはラスト、すごいね、食い切ったね。これでお前もプロレスラーや。おっしゃー、完食、すごいね、よく来た。うまかったっけ、うん、よかった、待ってください。ごちそうさまでした。プロレスはどうでしたか。うまかった。うまかったやろ。これが東京で最強と言われるプロレスラーの店、はい、ミスターデンジャーステーキ。いや昔来たんですけどね、昔も一回来てるんですけどね、ほんまうまかった。ほんで昔は俺本店行ってんね、本店。ほんで本店では夜しかやってへんけど、ここはランチやってますんで、松永選手は本店にしかいないんで、はい、残念でしたけど、むちゃくちゃうまかったね。うまかった。はい、ということで皆さん、東京浅草に来られましたら、こういう感じで美味しいステーキ屋さんがありますんで、ぜひ来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お会いします。おろしは、もかった。